横地石太郎、横地石太郎、横地石太郎から1944年5月27日は日本の教育者、考古学研究家、属籍は石川県氏族、遺械君等は樹三味君に等。加賀国石川郡金沢の寄木町にて、加賀藩市、横地大十郎の長男として生まれ、1874年に金沢英学校に、翌年は、 旧藩市前田定学問書にて学び、1876年に東京英語学校に入学し、1884年7月に東京大学理学部応用科学科を卒業した。大学卒業後、神戸市藩学校一等教諭、京都府中学校教諭、鹿児島高等中学増資官教授を務め、1893年3月には福島県神城中学校校長となるが、 ストライキ発生時に、家中の生徒をかくまった責任を取って辞職した。1894年11月には、愛媛県人情中学校校長の住田昇に招かれて、同校教授職宅になり、翌1895年3月に、教諭、ついで4月に教頭に任命された。同年10月には、 校長事務取扱いとなるが、県知事の小牧商業から度重なる説得を受けた末の翌1896年3月校長に就いた。同校長在任中には、東予文校と南予文校を設置したが、1898年秋にストライキが発生したことから11月に校長を辞職して教授食卓に戻り、1900年3月末に退職した。 同年9月には山口高等学校教授に任じられ山口高等商業学校教授同校長を歴任した同校長在任中の1911年には中国語化を新設した1924年6月に退官した後は山口高等商業学校名誉教授の称号を得て京都市に住み1944年5月27日に 左京区田中を委長にて84歳で没した。法名は大外院伝白雲有石大古寺。墓所は小国寺境内にある。横寺が愛媛県人城中学校にて教頭を務めていた時期に夏目漱石が英語教師として赴任してきた。後に漱石は同校での勤務体系をもとに小説坊津ちゃんを表したが、そのため登場人物の一人で、 主人公に懲らしめられる教頭、赤シャツのモデルは横地ではないかとも噂されるようになった。横地本人はこれを否定し、困惑、並行した反応を示すとともに、自らが所持していた、漱石の小説集、うずらかごの、坊うちゃんの余白に、当時の事実や思い出を書き綴った。実際の横地と漱石は、愛媛時代には、互いの家を訪問するなど、親しく付き合い、 漱席が熊本の第五高等学校に移動した後も交流した。また、当時の横地のあだ名は、天神さんであった。そもそも、東京大学理学部を卒業した横地の学位は、理学士で文学士という設定の赤シャツとは異なり、漱席自身も横地へ配慮してか、講演録、私の個人主義において、当時その中学に、 文学史と言ったら私一人なのだから赤シャツは私のことにならなければならんと断っている。なお、横地はうずらかごに漱石の人物表も書き入れており、それによれば漱石はこうくだれとデモ交際するとうんうじんでなかったが親切で友情に熱い人であった奇妙なことに破傷起乗しと失撲なばあさんとが大好き、気であったとのことである。南海放送は この横地に関する風評を題材にした赤シャツの逆襲を制作、放送している。2016年9月から11月にかけて、金沢ふるさと偉人館は、夏目漱石没後100年を記念して企画展、坊津ちゃんに登場する赤シャツのモデル、横地石太郎を開催し、上記のうずらかごをはじめ横地に関連する資料が展示された。専門が、 物理科学であった横地は、京都府中学校教諭時代に、初代、島津玄造と交流を持ち、島津が発行していた雑誌、理科学的工芸雑誌に、ほぼ毎月の割合で記事を投稿していた。横地は、晩年を京都で過ごしたが、引き続き初代、玄造の子である二代目、島津玄造、常三郎兄弟とも付き合っていた。横地は、専門以外の考古学、 天文学や地学など多分野にも興味を抱いており、特に戦前愛媛県の考古学研究に貢献した。創籍が愛媛を去った後の1896年4月には、考古学者の犬塚また平を福島から書道の教師として迎え入れ、一緒に松山周辺の考古探訪にいそしみ、愛媛県人城中学校を退職した前後には、中層群吉岡村の古墳や松山市、 東の長塚で発見された埴輪矢同士中村祖、ン神社付近から出土した土器についての論考といった、同地で獲得した考古学的成果を1900年5月から12月にかけて東京人類学雑誌170号から177号に投稿した。山口高等商業学校に勤めていた時期にも南予地方の猪の小石の民族について人類学雑誌に 松山市付近の石器産地及び古墳について、伊予志団に寄稿している。その他、地理学者の小川拓司や、考古学者の浜田耕作、京都帝国大学文科大学所大学長の加野、高吉らとも、信仰を結び、狩野の挑戦版、感情の目録に序文を寄せたり、松山出土の埴輪などを、京都帝大の浜田研究室に寄贈したりした。ありがとうございます。